何ですかって、いや空手だからって言ったんですでそこで初めて、あ空手ってすごいんだ、うん、そういうような実験的なもので感じさせてあげたりとか、武術なのかなっていうところですよね。結局お茶飲むにしてもお箸使うにしても、うん、いただきますにしても、うん、結果全部考えようによって武術、武道、うん、武術というかそれは武道の方なのかもしれないですけれど、うんうん、精神論だったり精神的な部分だったりとか物の捉え方だったりとか、うん、っていうところなのかなっていうのは気はしますよね。だから先生がさっきおっしゃってたように日常の中にどう生かされるかっていうことで、ね、その日常の中でも生きてんだけどそれを理解させたりとか意識させることでまた変化するじゃないですか、はいはい、いただきますって言ってるだけなのからスタートして感謝のいただきますのになっていってとかっていうふうに消化していくので、同じ行動であったとしても意味合いが変わってきたりとかしてくるものなので、まあそういう意味では面白いのかなと思いますし、でまあそれに僕はそっちへ振っちゃったもんですからちょっと神道的なところがたくさん入ったりとか物への捉え方だったりとかはするんですよ、はいはいはい、意識面の使い方だったりとか、うんうん、まあでもあのすごい楽しいですよね。そうですねやっぱりこう芸事で言ってた時期から道場を持って本当に実感としてそういう風にしたいなっていう明確な方向性というかいろんなベクトルが空手にあって、なんかこう なんていうんでしょうか、技術論的にも面白いのかもしれませんけど、こうソルジャーの方に行きたくなっちゃうとか、うん、壊すという方にこう局に行きたくなると、兵器とか武器とか そういうことにも行きますし、殺人剣ではなくて殺人剣ってどこに行けばいいのかなっていうのが、うん、まあ、自分はそのベクトルの方にやっぱり惹かれるんですね、うん、まあ、例えばその揉め事に対してこう本当はない方がいいわけじゃないですか、それもちろん誤信としてやってないよりはもちろんいいんですが、そこばっかりフォーカスしていくとやはりこうその戦いというところばかりに気持ちが向くので、もうちょっとこう文化的な価値というんですかね、そういうところに武道を押し上げたいなっていう、まあ、教育の中に含めても、スポーツとしての競技技を競うというところでいうと部活と変わらなくなってしまうところもあるので、そうでもないところっていうんですかね、精査とかそういうことさせて型の中にみんなを入れるといい意味でたい焼きのようにこう、まあ、型にはまってこう一律っていう意味ではなくて中身がこうちゃんと一律流れ込んでいくっていうことのこの文化的価値というんですかね、それがこうなくなってきているので、そういうことにもうちょっと目を向けてもらえるような、でその高揚はやっぱり裏付けをちゃんとやっぱり持ってないといけないんだと思うんですよ。なぜやるのって言われた時答えられるの、まあ昔からの伝統だよっていうだけではやっぱり弱いので、そうですね、まあ、ある程度、うん、なんですかね、アカデミックな態度というか、はい、少しこうまあその方が納得してもらいやすいっていうのもありますので、そうですよね、もうそれには納得してもらうのが一番簡単なのは体現してもらうのが一番簡単なんですけども、なかなかねやってみたらって言ってもなかなかやらないし、で最初から拒絶して入っていく人もいるし、でも拒絶してる人は意外に砕きやすくて、拒絶は結局認めてるから拒絶するんですよね。なるほどそれは深い言葉ですね。そうか、否定するして存在するっていうのはもう我々の世界ってそうやって多分できてると僕は思ってるんですよ。例えばこれは、これはガラスコップではない、で、プラスチックのコップでもないし、スイカでもなければっていうふうに否定し続けた結果残るのは、マグカップだって、っていうふうに存在してるんだろうなって常に思うので、だけど武術的に考えると、マグカップだって終わっちゃダメなんじゃないですか。これって
殴れるし、うん、目ぶれるし、うん、角立てれば割れる、割って角立てれば切ることでできる、うん、っていうふうに考えると武器なんですよね。でそれ一番わかりやすいのはジャッキーチェーンの椅子でのアクションあるじゃないですか、うん、あれ椅子だよねっていう話になっていくのであって、うん、あれでも中国の武術の中で道具切り割り機械と言われているヌンチャクとかと同じように機械として使われている一つの道具としてありますから、うん、だからそこが武術の面白いとこなの。そういういわゆる固定観念っていうものを払うことができるのが武術あるいは武道なのかなの面白さだったりとか、はい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 、っていうところでもあるのかなっていう気がしますし、あとさっきから言ってるけれど言って使ってるんですけど武術なのか武道なのかでも変わっちゃうし、うん、で術って術じゃないですか、はいはい、であと武芸っていう言い方するとすごいあれはありますけども、あの武技の方、はいはい、技と術では、うん、もう全然レベルが違う話だったりとか、技は一つして完成はできるけど、はい、技である限りは技で返せるじゃないですか。だけど術ははめるので返しようがない。だから柔術とかってなると かかった後にしか返せないんですよ。衆をかけます、うん、いわゆる呪術をかける、呪術をかけると、うん、かかってからしか対処法が分かんないんですよ。で術ってもう知らないうちにみんな使ってて、うん、例えばちっちゃい時にガンって痛って言ったらお母さんがこうやって痛みが飛んでけって言うと本当に痛みが軽くなった、はい、あれ術なんですよ、はい、もっと簡単なのは後ろ向いてくださいって言ったら後ろ向いちゃうんですよ。でなんでって言いながらこうやって見ちゃうんですよ。もうそれ術にかかっちゃってるんですよね。でそれをもっと巧妙にやったのが忍術だったりとかするんですよ。心理的にはめていったりとかっていうことだったりとかっていうのがあるんで、面白いのはそこが面白くて、武術も武を使った術なのではめるパターンにはめ込んで抜けれなくしちゃ う。だけどそのはめ込んだ先にまあ、その武術にはまってくれたら固定観念を省くこともできるようになるよっていう面白さにもつながっていくわけで、そのいやもう武術はいらないですっていう否定者は意識しているので、うん、もうそこだけちょっとこうプチってやってあげるとポコーンってはまるようなんですよね。今度はこっちの術にかけたりっていうか、そこに話術で対応するのか、うん、あるいは体現してこうどうってなんか面白いですねって、うん、だろうって言ってこう雰囲気ではめていったりとか、そういうものでハマっていっちゃうのでみんな、で結構、まあ、武術ははめやすいんですよね。意外にね、日本人って注意深い民族ですけれど、武術って歴史があるっていうのもあるし、結果をね見やすいのではめやすいんですよ。微妙にこう上からこうやって覗いているやつが多いので、カラカラってやってあげると見えたって言ったら、あちょっと面白いかもってみんな絶対言うんですよね。それの体験させるのに僕は三鎮をよく使うんですよ。五十両の三鎮でも何でもいいんですけど、基本五十両が動きやすいんで五十両使いますけど、普通に棒立ちの状態で足と腰に三人でこうしがみついて、動いてっていうと動けないんですよ、じゃあ三鎮でもうここ三人忘れて三鎮で構えて動いてってやると、こう三鎮の足運ばへ動こうとすると動けちゃうんですよ。もう本当にね、小さい子でもできるし大人でもできるし、なんでってみんな言いますけど、それが三鎮の凄さだよっていうふうに、要は正しく体を使ったらこのぐらいの力は日本人出るんだよっていうことを教えてあげる。じゃあすごい力出るよね、すごいです、こんな動けると思わなかったですよ、なんでですかって、いや
空手だからって言ったんですよ。でそこで初めて、空手ってすごいんだ、うん、そういうような実験的なもので感じさせてあげたりとか、相手に対して感謝っていう意識を持つ、戦ってくれて相手を知れてありがとう、負けるということをで私を勝たせてくれるという現実を起こしてくれたことに対してありがとうとか、今日は一緒に稽古してくれてありがとうっていう、最後大概に礼とかやるじゃないですか、その意味を込めることで何が起きるかってめっちゃ強くなるんですよ。もうそれだけで強くなっていく。でそれが2次ご飯にいただけることもありがとうだし、お父ちゃんお母ちゃんでいる人はもう本当にいい家族を産んでくれてありがとうだったりとか言われるとね、特に母ちゃん泣きますけど、はい、でもそれが自分を強くするんですよ、本当に強くするし、どんな薬よりも効くし、相手も強くできるんですよ、ありがとうとか感謝っていうのは自分も本当にいいけど言われた方もいいっていうのがすごいことだと思うんですよ。まさに本当にお互いに量子力学でつなぎ合って高め合った状態の先生がやりたいからっていうのと同じっていうことだとは思う。いやよろしくお願いします。こちらこそありがとうございます。すいません遅くまで申し訳ない。いやもう言ってたら多分いつまでも喋ってる。そういう楽しい話は用でしてもやれるんで、なんかね本当にぜひぜひ大阪にも本当遊びに来てください。お忙しくなりますけど、ぜひありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。お願いします。面白いこの距離なんですよね。これ絶対この辺の距離で面白い。そうですね。絶対この辺の距離で。本当によろしくお願いします。一発出しても届かない距離。なんかこう磁力のようにね、こう M 極同士みたいになっちゃう時がある。こんな距離でこうやりたいんですよね。すごい武道家の差がですよね。いや私は普通の人です。何をしてられますか。料理人です。ありがとうございます。楽しい、本当に楽しいですよ。なんか「その全てを熱い方